おお、うまい、うまい、うまい、よし、あんな苦労してるのにキャッチした。おーい、あー、面白いじゃねえか、こんなにやってサマーズチャンネル、サマーズチャンネル、どうもね、はい、これってことは何かゲームなんでしょうね。最近いい勝負になってきてるじゃないですか。だからもうちょっと頭使うやつじゃなければ勝負になるという、うん、はいはいはい、磁石に強いっていう。磁石に強かったな。はい、見ましょう。はい、脳天からの映像はさ、うんうん、俺の脳天を映すのダメだよねこれね。いやだからゲームの時ね。ゲームの時でしょ。はい、ボドゲペナントレース、負けたら1週間ウィッグ生活。あ、ちょうどハゲてるからちょうどいいかもしれない。いや、ハゲてるからちょうどいいじゃなくて、収録の時とかなんかつけてますよ、ね、余計恥ずかしいのよ。やんねえよこんなの。めんどくさいんだろ。いや、なんかボードゲーム、うん、毎回毎回やってるのもいいんですけど、うん、3ヶ月とか、うん、区切ってそこまで勝負にしたらどうかな。ペナントレースってそういうことね。ああ、ペナントレースってゲームじゃないのね。違います。で、うん、負けたら1週間なり、うん、ウィッグ生活。やんねんで、だからウィッグ生活って結構支障あるでしょ。どういう感じ。あ、サンプルもあるの。カツラじゃないの、編み込むの。あの、カツラ候補って書いてあるもん。カツラを、まあ、それが本番は無理なんで、うんうんうん、家から出る。やだよそれ、帽子みたいに。どうしたのそれ仕事の間だけ、仕事の移動中だけ来てもらって、それをマネージャーに写真でちゃんと現場来る人が。そうするとこのマッシュかな。いや俺マッシュか、このビートルズ風が有力だよ。有力だね。その他もう主張がすごすぎてさ。そうなのよ、こんなやついないから。それをかけてペナントレース、まあ別に1週間じゃなくて3日でもいいです。3日ね、3日の移動中 ね。例えばおやさまのロケの入り、変な空気になって変。いや、いいのいいって触れなくていいの、触れなくていいのみたいな感じになるよ。そうそうそう、迷惑かけたくないから。じゃあ3日でいいです。2日にしてください。2日にしましょう。2日にしましょう。で、家にいる分には俺は本当にしててもいいよ。1時間おきにツイッターでやってもいいよ。あ、なるほどね。まだしてますよ、写真。じゃあやってみよう。めんどくさいな。今日から勝敗が3ヶ月です。それから5番勝負。5番勝負にしてみようか。で期間は関係なくね。勝ち負けし。はい。カモル、カロム、どんだけ。カムル、自分の球をカムル行きますですね。アブロね。そう、自陣から内球を指で弾き、同じ色の球を落とす。だから俺が緑だとしたら、緑を弾くってことかな。はい、その通りです。俺赤を落として、はい、同じ色の落とし、すべてこのカードに落としていくんだ。はい、うん、先に王将を落とした、これが王将かな。あ、じゃあ全部落としたらこれを狙うことができるんだ。はい、自分の内玉をポケットに入れた場合1個戻す。はい、ペナルティ1個戻す。これがね、はい、うん、玉を全部落としてない状態で王将を落とした場合5個戻す。なるほど、それがそれね。はい、これ4人までできるのか。そうですね、最大4人まで。一番最初はドンと打ち合っていただくんですけれども、うん、その後は先行後攻で単語と。最初ドンと打ち合っていい。はい、一発目はビリヤードの最初みたいなこと。あ、やってみようか。せーのでドンって。あ、一緒に、せーの、うん、結構一定な、立っちゃったよ。立っちゃったっていうのは
自分の内玉は取ってもいただいて、いちいち触っていいの？はい、自分の内玉だけ取って、例えばこれでこれを打つみたいなこと。そうです、ここに置いて。あ、いいの。なるほどね、そうしないと終わんないもんな。確かに、うん、その位置からやってたら打つ場所は自分のこの範囲内の場所からしか打てない。この、はい、ここ入っちゃいけないんだ。はい、どこでもいいのでどっかに置いて打つ。で、先攻ここだね。最初はグッ、じゃんけんぽい、あいこでしょ。三村さんのうまいこと言ってるね。俺の散ったね。いいよ、もうその位置でいいの。だってここから出ちゃいけないんだよ。あ、そうなんだ。はい、今それ言ってた。そうそう、こんぐらい近づけちゃダメ。ダメなんです。いくよ。うん、重いな。これはこっちにも入っちゃいけないんだよ。この中だけなんだよね。はい、この中だけ。遠いね。遠いよ。で、大竹さんはもう内玉手元に持ってもらって。これね、はい、これ置いてて。あ、手元にもう。あ、持っとく。はい、持っとく。じゃあ俺はラッキーですよ、それ。これをこう狙えばいいってことね。いきますよ。わー、1個目、1個目入った。なんか重いって言ったからちょっと思い切ってやったら結構な勢いつくね。ほんとだ。1個入ったら連続でもう1個。え、あ、また毎回ルール聞いてってるんだ。これもあっち狙いでいけるね。あー、じゃあ惜しいな。じゃあこの1回壊してみるわ。なんか王将がこんなとこに来たけど。三村さんですね。遠いなあ、そこの緑、この緑遠いなあ。狙えるかね。でも狙おう。おー、うまい、うまい、おー、うまい、うまい、うまい。連続もう一回。したらあれだね。うん、あー、どうなの。一個戻しです。一個戻し、これね。どこに置くの、戻しは。真ん中のグッドサインのところです。はい、うわ、うわ、一個戻しきついな。あれかな、じゃあ。うまい。よし。あ、内玉だけ、皆さん内玉だけ。ん？あ、常に持っておかなきゃいけないんで。なるほど。これが邪魔しちゃいけないの？これ？もうこれ戻すだけで大丈夫です。真ん中に、はい。うん、重ねる形で。重ねる、複雑だな、意外と。これだから覚えれば意外と長期戦になるってことだよね。この緑打ってあれ、はいはいはい、行くから。弱いんだね。弱いんだな。この辺一回破壊するかな。置いとかないでね、これ。絶対に置いとかないでね、これ。まあこの辺緑固まったんで、はい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 、ちょっとこの辺いっぱい破壊しますね。やべ、赤いっちった。よし、入らねえのかよ。やるよね。ね、最後までね。一応やろう、意地でやろう。だって、なんだろう、今面白いと面白くないの境目いってない。境目いってる。例えばなんですけど、うん、ルーネないんですけど、両方こっちだけ解放してこっちは お二方とも打てるみたいなこととか。やろう。でしょう。それした方が早いかもしれない。うん、解放ね。うん、サイド解放。サイド解放。両大竹側からは俺は打てないってこと。そういうことだね。サイド解放、両サイド解放。ステップアップ。そこね、でかいね、解放じゃん。だから、この辺を狙いたいよね。いますよ。いや、弱いじゃん。俺来たよ、これ、チャンス。大解放じゃん、それ。ああ、もったいないな。ミス、このミス。安易ミス。安易ミス。パー強かったな、加減が。もう一回だな。うわー、このミスバカみたいだな。ごめん、解放した意味ねえよ。、うん、やっぱこうだよな。
入っちゃうんだよな、自分のが。2個戻しですね。これ1個戻し、1個でいいの、はい、バカみたいなんだよこれね。うん、それ手前と。よし、うまい、とうとう来たな。こっちから、開放から、うん、狙えるわ。また出してやつ戻してこれ終わんなくねえ、終わんねえよこれ。もうさ、大手さんの邪魔なのよこれは人差し指でやってよ。あ、了解王ってことはこれでいいんだ。ああそうか、そんな狭いところやるの でもあそこ狙うしかねえな俺やっぱり。いやこの辺ガーっていけそうだよ、一気にいっちゃうか。入らねえ。うわー、でももうリーチリーチリーチ。俺もこれ一回落としました、はい、こっちも。おー2個入った。さあ追い上げてきたよこれ。急に来たね大事なとこだろ今俺だな。はい、まずこれを。およし、おお、よし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 、やばい、これも来るよ。来るね。あ、俺の面から打てないのか。うまい、うまい、きた。もうこれ散らすしかないやな。あ、だるま落とし的な。だるま落としで抜いていくって。わけわかんない。ちょっとこれは、うん、いけるね。あるね。おお。それやめるそれ刺すん、こっちからこうね。ああ、よし、同じぐらいになったのかな。これで少し緑が少ないか。うん、おお、来ましたよこれ。こいつが邪魔だね。邪魔だな。こうかな。あいつを当ててもいいんだよ、鬼にね。おい、落ちた。で、王とも離れた。離れた、よし、いいぞ。よし、やべえ、追い込まれてる。おお、おい、よし、やべえ、追い込まれてる。始まったね、急に反撃。もう逆転されちったのな。もう逆転されちったのな。俺逆転されちゃったな。逆転してるでしょこれ。あと4つじゃん。赤。4つだね。でもこれで1回ブレーキ。あ、よかったよかった。できない。で、その間に。こっちかな。で、こっちか。そこはダメですね。そこはダメですね。解放してないから、そこは。でこっちからそこはダメですね、そこはダメですね解放してないから、そこはこれをいいね。俺みたいにさ、これをここに落とす的な宣言をさ、あんましないけどした方がいいよね目として取りにくいからよっしゃ、じゃあ同じこれをこっちね、うんうんうん、あーなんだよ今のもうこれですね、悔しいですね。じゃあまずこれね、うん、よし、 あと3つになった。まっすぐ散ったよ。なんか俺のごめんな、置いといて。なんで置いとくんだよすぐ置いとくよすぐ置いとくんだよ
じゃあこうかな、こうこうかな。いいよ。何でもないよ、何でもないよ。ワン戻しね、ワン戻し。ワン戻し、ワンでって。よし、これだな。置いとかないか。ああ。よかった、俺の入れてくれた。ああ。よかった、俺の入れてくれた。どうなんの？何もペナルティなしね。表でのも落ちた。落ちてない。三個これ。いやー、連続で入れたい。こっちから遠いんだよね、意外とね。そうなんだよ、これを狙おう。そろそろおーし、そろそろおーし、うまくいった。で、これも入れます。あ、ね、うん、いけるね。はい、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 ちょびっちゃったよ。はい、はい、ね。あれね、うん、はい。おー、来た。並んできたよ、ほぼ。盛り上がってきましたね。これゴンゴンはうま、そんなうまくいかないよな。ゴンゴン、どこにも当たんないのか。奇跡の。よし、やばい、減ってきちゃった。当たっちゃったな。ドリビーに行って痛いよ。って中指と人差し指使い分けてたけど、使い分けてた。置いてんよ。これをこ、よし、チキショー。これは絶対なんとなく大竹さんの方を俺カーリングっぽくガードしてる感じがあるな。そうなんだよ。うまい、うまい。あんな軽くていいんだな。軽くていいんだよな。でもこれ緑があるからな、いかないんだよな。そう、あのね、カーリング的なガードをしてる。ガードをね、くっついてるからね。よし、俺の入れてる。ありがとう、ありがとう。これだな、やっぱり。あー、惜しい。痛いね。もう一発一発が今重要だからね。重要です。わーっと来た、わーっと来た。これさ、オーン時はどうなる、うん、もう解放、解放なしで、なしにしましょうか。なしにしようか。オーンはさすがにか、ここからだけね。うん、ずっと置いといたけど。置いとかないで。一番詰まっちゃったよ、奥に。よしよし、この間に一番詰まっちゃったよ。はい、ガツン1個ね。解放されてんのに。解放されてんのに、解放されてんのに、こんな遠くから打っちゃったよ。ちょっと本当に僕やり直したよ。もうこれ遠いのよ。来た、やばい、来たね。当たる方が近い方がいいんだろうな。うん、そうだね。当たんねえからね。これが意外と効いてる、逆に。あ、効いてる。当たる方が近い方がいい。なんかいいとこにいるぞ。邪魔なんだよ。でも何にもできないよ、あれ。じゃあその隙に、うん、戻しね、1個ね。色相増えてきちゃった。ずーっと打ってんだよ。うわー、来た。うん、ね。あー、来た、来た。よーし、来た。うわー、来た。あー、来た。よーし、来た。こうなってくると俺のあれへの苦労なんだよ。
ずーっとやってるやつ。あ、ほらチャンスが出てきた。チャンス来たね。やばい、次落とされたら三村さん陣地だから俺大ラッキーだよ。あんな苦労してるのに逆に危ない。うるせえ。でももうあと2打ぐらいの勝負になってきたよこれ。いやー面白いじゃねえか、こんなに。いや、こんなに、いやーと、結果面白かったじゃん。これやっぱ長い、この攻防の将棋みたいな振りがあるから、うん、落としただけでちょっと嬉しいです。そう、これもう一回って言いたくない。言いたくない。こんなロングの試合だ。ただ悔しかった。ただ追い詰めたのに、うん、危なかった。もうだってあとこれでこう打って、そう、あと王将だけだった。そうそう、自分のところで打てるからね。今の一撃差だね。途中すげえ誰やめるとかってだったから、ね、キュ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 ってなるよね、もう早送りで。じゃ今回も手紙は、ああ、あるんですか。ありがとうございます。じゃあ一応お願いしますね。お、西戸、はい、ディレクター西戸から、うん、大竹さんね、いつも収録を盛り上げてくださりありがとうございます。恐縮ですが、大竹さんのいいところを挙げさせていただきます。素晴らしい、それだけでもね。その1、大竹さんがいるだけで現場が楽しい。わー、そう。その2、笑顔がかっこいい。あーら。その3、スタッフのことを見てくれている。毎回楽しい収録ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。西戸、これからもよろしく。いやいいですね。嬉しいね、うん、大竹さんへのコメントの、俺は逆の位置にいるわけではないんだよね。対比じゃないよね。対比じゃないです。三村さんもの可能性あります。そうだよね、はいはいはい、うん、大竹さんはこうですって言われると俺は逆なのかなっていう被害妄想が出ちゃう。被害妄想が出ちゃう。ってことは、この謎のペナント、でもこういう本当お互いが競るゲームを持ってきた人にはポイントをあげたいぐらい。お、逆に。なるほど。このそのポイントがたまったら、うん、俺らからお小遣い。ああ、なるほど。それもあるよね。ある、うん、これ今日のなんか良かったと思う。これ誰がこの見けてきたの。あら、じゃあ1 3たまったら、うん、3たまったら1万円ぐらい。1万円1万円ずつ。1万円ずつ。1万円ずつ3たまったら、そうすると俺も探そうってなるもんね、みんな。そう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 。お金のために探してるわけ。番組面白くしてさらに賞金2万円は嬉しいんじゃないですか。まあまあね。なんかお金っていうとダメだじゃん。服買ってください。ああいいんじゃない。リスナーで T シャツ。なるほど。あれ結構2万円相当の売ってるもんね。ロン T とかも結構するもんね。あるよ。いいんじゃない。それでみんなで盛り上がっていこう。癖がすごいと言わせたい。おはようございます。おはようございます。もうそれやったこんなん撮るか。もうええわ。チャンス撮んない。違う違う、ほんまありがとうって伝えたくて、夏も冬も巡る季節をサマーズチャンネル。